この鉄の棒が。じゃあ新しい装備の効果検証を始めようか。初の実戦投入楽しみだね。分隊長、不謹慎です。まずは部隊を整えないとね。周りにいる巨人を片付けておこう。あはっ、あっ、はっ、しゃあはっ、よっ、あー、倒しちゃった。やっほー、倒していいんですよ、分隊長。この辺りの巨人は片付いたようだね。じゃあ、あっちで新装備の検証を始めようか。よっ、うん、この辺でいいかな。はっ、まずは雷槍だ。この槍を巨人に突き刺すと体内で大爆発を起こすんだ。どの部位に突き刺すのが効果的か、その見極めが何よりも重要だろうね。ふっ、次だね。よっ、慣れないうちは戦いづらそうですね。諦めずに頑張ってください。うわっ、すんごい威力だ。想定通りだけど実際に見ると感動するね。相手して、はっ、やっほー、もう一度雷槍を使って巨人と戦ってみましょう。できれば捕まえたかったな。ほら、切り落としちゃったよ。いい顔を見せてよ。痛かったか？はっ！雷槍の効果は期待通りだけど、扱いはちょっと難しいかもしれないね。ええ、自在に使いこなすには場数を踏む必要があるかもしれません。分隊長、そろそろ次の装備の検証を始めましょう。あはは、やっほー、やっほー、よっ、はっ、あは、準備完了だ。さあ、検証を進めようか。ひょほー、あっちに巨人がいるようだね。行ってみよう。やっ、はっ、はっ、対人立体機動装置の特徴は小回りの効く機動性だ。ただし銃は撃つごとに弾薬を消費する。狙いを定めるのも簡単じゃないだろうね。やっほー！やっ！やっちゃうよ。
発百中で巨人に命中させるにはあと5万発ぐらい撃たないとダメかな。分隊長、さすがにその数は用意できません。どうぞこれを使ってください。助かるよ。こっちも大体想定通りかな。斬撃とはまた違った立ち回りが必要ですが、使いこなせば高い効果を得られそうですね。新装備の効果検証はもう十分かな。上々の成果だったと思うけど。私もそう思います。ではそろそろ帰還しましょうか。たくさん巨人と会えたのはいいけど、面白そうな子はいないな。分隊長、飛行士が一体こちらに接近中です。今来られるのはちょっと邪魔だね。討伐しておこう。やっぱり気候種は面白いな。分隊長、集中してください。やりましたね、分隊長。検証の手応えは十分だったと思います。最後に気候種とも戦えたし、有意義な検証になった。さあ、戻ろう。新たな